はい、どうも、ジョジョです。本日はちょっと変わったグラブのご紹介&片付け企画です。お願いします。まあ今ちょっと持ち込み片付けって、GS 以外はやってないんですけど、また春から再開予定なんですが、チェインボンズにも所属しているタケさんからですね、ちょっとこのグラブ面白いので片を付けてみませんかみたいな感じで話をもらって、とても面白いグラブだったんでやってみようということで今日お預かりしてます。それがこちらのタケさんからお借りしましたナイキの公式グラブ、2006年モデルと思われるものになります。まあ2006年というのはここに入ってるんですよね、2006みたいな、多分そうじゃないかなっていうんですけど、もしかしたら違ったらすいません。公式用の攻めるっていうシリーズで、自分はそのナイキが、まあ、ちょっと世代とちょっとずれてるっちゃずれてるので、あんまりっていうか一回も買ったことが新品ではないのでどうかなっていうので、まあちょっと硬さが結構あるんですよ。なのでこれをタケさんからスクールとか試合で使ってみたいということなんで、片付けをやらせていただきます。本体カラーはチョコ系にウェブが、まあ、今だと内野手だとあんまないですね、この、まあ、ピッチャーといっても使えちゃいそうなウェブ、バスケットっぽいのに右に紐が入ってて、レースがタン玉はみのチョコ、皮がもちもちはしてるんですけど結構重いんですよね、ずっしりしてて。なので、ま、今は結構軽量タイプというかすぐ使えるというかっていうのも増えてきてますけど、親指がしっかり硬くて皮全体も分厚いような、今手で普通に動かしてこのぐらいしか動かない状態になってます。で、ま、これをキャッチボールノック、タケさんのスクールで使えるようにしてほしいってことなんで、水もみ片付けをしてここからどのくらいかかるかっていうのをお伝えしていこうかなと思います。モデルがめちゃくちゃ前なのでスチーム5分とか入れちゃうと多分紐がやられちゃう説があるので、まあ水とスチームをうまく入れてですね、しっかり動きを出していけたらいいかなと思います。あと持って気づくことは、2006年にしては状態がいいなと、まずそこに驚いたっていうのもあるんですけど、まあ昔のグローブなので2006年って言えばまだ自分も少年野球、中学野球ぐらいなんで、全然この公式グラブには触ったことがなかったんで感覚も全然ないんですけど、どうかなっていうので早速片付け進めていこうかなと思います。ではやっていきましょう。はい、というわけで早速やっていくんですけど、まあやりながらどのようにやっていくかちょっとまだイメージがわかんないですね、いつものとちょっと違うので。ただ見た感じこう革の質がなんかこうやられてる部分があんまないので、まあ大丈夫かなとは思います。というわけで早速やっていきます。水からやっていきます。染み込みはいいですね、この最初の入れた感じは。そう、弾いてる感じはそんなないですね。はい、これで一回スチームに入れてきます。ちょっとこのウェブがかなり硬いのでちょっといつもと違う揉み方をしたいかなと思います。スチーム入れてきます。はい、というわけで1分ほど入れてきました。吸ってはいるんですけど、ちょっとなんかあんま見かけない感じの皮質って言えばそんな感じがしますね。ちょっと分厚くてもちもちはめっちゃしてるんですけど、分厚さをかなり感じますね。あと芯も結構分厚いですね、これ親指特に。ただすごいこう油分のある皮だと思いますので、なんかこう形がつかないような皮ではないと思うんですよね。ちょっといつもと間違うのでその辺はどうかなっていうところはありますけど、でも片付けはちょっと難しい感じはしますね、いつもよりも。このここがめっちゃ分厚いんですよ、この親指のところが。なのでそこがちょっと癖付けが難しいのかもしれません、ちょっとやっていきながらですけど。けど揉んでいった感じ、その皮がパリパリ取れちゃう感じもないですし、しっかりしてますね、本当に前の昔のグラブですけど。親指の芯がめちゃくちゃ分厚いっすね、柔らかくはなるかなって感じなので、ちょっとここからパンチャーを使って形を整えていきます。公式用なんですけど皮の表面は結構柔らかいっていう感じですね、けど分厚い。まあ、タケさんの形はですね、自分よりも少しバランスがこっち側のウェブ側に寄ってくるので、うん、でも乾きが早いですね、なんかめちゃくちゃ。結構水は普通にいつも通り入れてるんですけど乾きがめっちゃ早くて、ちょこの後プロテオスはしっかりやりますけど、なんか乾きめっちゃ早く、癖付けも結構スムーズに思ったよりいきましたね。なんかもっと苦戦すると思ったら、これもう少しスチーム入れて、もうちょい激しめに揉んでいきます。現状こんな感じです。思ったよりも早いかもしれません。はい、2度目のスチームやってプロテオスもしっかりかけました。
一番恐れてたのがこう皮がポロポロ取れてしまうことだったんですね。なんか表面がボロボロ、それが全然ないので、はい、しっかりもちもちしてますね。ただなんかこう全体的にぼやっとでかくなっちゃうので、そこがどうかなっていうところですね。こんな感じですね。ではボール入れて体重かけていきます。今これスチーム合計2分ぐらい入れたんですけど、それでもちょっとこう怖さはありますね。紐のポロポロっていっちゃいそうな、多分5分入れたらやばいと思うんで、この紐に関してはまあ今ぐらいかなっていう感じですね。でも今はナイキのグローブ、佐々木朗希投手とか使ってますけど、なかなかこう新品で、まあ新作が出るわけじゃないので、在庫が残ってるショップとかで買うか、まあヤフオクとかで買うかになっちゃうんですかね今だと。はい、現状こんな感じです。だいぶポケットができてきましたね。けども重いですし、この辺が分厚いので、まあ現代のグラブと比較するとやっぱ重さがちょっと目立ってしまうかなという気がしますね。ただもちもちしているこの感じは今だとどうですかね、なかなかないのかもしれませんね。はい、というわけでこれ乾燥させていきます。はい、というわけであれから数日経ちまして、今オイルを塗る前なんですけど、乾燥後ですね、このような感じになりました。もともと持ってる油分がめちゃくちゃ多いので、なんかパサつきがあんまないなっていう乾燥になりますね。形はこのような感じになってます。ちょっとバランス的には中央よりも左のウェブ側に寄ってるかなっていう感じなんですけど、まあ、掴む系しっかり掴めるような形に仕上がったかなというふうに思います。とても貴重な体験でした。昔のナイキのグラブを片付けする動画でした。また面白いグラブあったらやっていきます。そして3月のプレゼント企画はこちらの GS ハザイグラブを1名様にプレゼントします。公式側のあまり側で作られたグラブを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選発表は4月1日の動画で発表いたします。ぜひよろしくお願いします。